高さ37メートル、幅312メートルの巨大な敦賀駅、開業に向けては乗り換えの利便性が大きな鍵になります。新しい敦賀駅の新幹線のホームは3階にあります。福井方面から来た場合、3階のホームから2階のコンコースにある改札口を通って1階の特急列車のホームに移動することになります。新幹線が開業すると、関西中京方面に行くには敦賀駅での乗り換えが不可欠に、スムーズな乗り換えができるかどうかが課題となっています。さあ、この乗り換えの問題というのは県民の皆さんも関心があるんじゃないかと思うんですよね。はい、そうですね。はい、こうした中、JR 西日本は900人規模の乗り換えのシミュレーションを行い、乗り換えにかかる時間や問題点を洗い出しています。ありがとうございました。終点敦賀です。敦賀駅で行われた乗り換えのシミュレーション、乗客に見立てた JR 西日本の社員ら900人が一斉に特急列車が止まるホームを目指します。在来線お乗り換えのお客様は、階段、エスカレーター、エレベーターご利用くださいまして、一つ下の階乗り換え改札口までお越しください。新幹線1編成の乗車定員は934人、ほぼ全ての乗客が特急に乗り換えるという想定です。3階から2階に降りる4機のエスカレーターは人でごった返し、1機しかないエレベーターもキャリーケースを抱えた乗客や車椅子の乗客で長い列ができました。今、乗客役の人たちがどんどん降りてきました。周りの看板を見ながらですね、乗り換えを確認したり、あるいは携帯電話で電話をしながらという方もいらっしゃいますね。本当のなんかお客さんのような雰囲気です。で、中には行き先でしょうかね、案内を受けている乗客の方もいらっしゃいます。しばらくすると手元の時計で間もなく5分という時間になります。新幹線から改札を抜けてきた乗客の皆さんがエスカレーターを待って、ずらーっとこのように行列ができてしまっています。乗り換え時間は想定8分、今5分が経過したところ、この後下のホームまではおよそ40秒かかります。改札口がある2階から1階の特急列車のホームをつなぐエスカレーター2機のうち、改札に近い方のエスカレーターが大混雑、流れが止まってしまいました。関西方面に向かう特急サンダーバードと中京方面に向かう特急しらさぎは同じホームに停車しています。 JR 西日本が公表している乗り換えの想定は8分ですが、全ての乗客が特急に乗り込むのに13分かかりました。北陸3県を走る敦賀と特急の接続は乗り換え時間が8分しかないケースも多く、乗り遅れや列車の遅延も懸念されます。エスカレーターと階段、こう何台かあるんですけども、ちょっと一箇所にこう集中したようなところがありましたので、そこはご案内の面で工夫できるところがあるんじゃないかなというふうに思っております。例えば列車内、乗り換える前に列車内でご案内をもう少し充実させますとか、あるいはホームページに乗り換えの案内を掲載してですね、まだまだ駅だけではなくてですね、できる工夫があるのではないかなというふうに思っております。 JR 西日本では今日複数回にわたってシミュレーションを行い、問題点を洗い出した上で、開業までにさらに利便性を高めたいとしています。